げた激闘。こんなひどい目にデストロの奴絶対に許せないよ。気持ちは嬉しいけどね。何これぐらいの傷。どうかな、傷の具合は。申し訳ありません。自分の不甲斐なさに腹が立っているところです。ブラッカーらしい言い方だが、まあ土分は素直に静養した方がいい。そんな柄じゃありません。何こんな傷。うなあ、無理するから。威勢が良すぎるのにも困ったもんだな。まったく子供みたい。参ったな。総司令官、第二方面軍から更新コールが入っています。ゴッド陣内さんだ。今デストロン軍を撃退して前線から本部に戻ったところなんだが、ブラッカー副官が大変な目に遭ったそうですね。それでお見舞いを。ああ、傷も思ったより深い。痛手だろう、戦力的にも。確かにそうだが、最近マルチ戦隊が力をつけてきている。いざという時には頼りになるはずだ。そいつは頼もしい。だがもし援軍が必要になったら遠慮なく言ってくれ。しばらくは本部で指揮を取っているから。わかった。君がいる限り私も存分に地球の周りを固められる。僕またゴッド陣内さんに会いたいな。きっと地球にも寄ってくださいね。僕も楽しみにしています。わかった。任務の都合を見て考えておくよ。じゃあ。一方その頃デストロン陣営では、襲撃箇所が3分の2以上も残っている。次はどこに狙いをつけるか。今ヘルバットたちに集合をかけた。ライオカイザーに合体してグレートショットの一気の根を止めて。俯瞰の俺に相談もせず集合をかけただと。あいつがノーノーと生きてやがるってことが絶対に許せねえんだ。他の星へ去らないうちにこの手で奴を。よせ、あんな流れ者一人に無駄な労力を使うな。無駄な労力だと？サイバトルの戦力が一人減るんだぞ。ライオカイザーなら奴は子供同然。なあ、力を貸してくれ。落ち着け、頭を冷やすんだ。それより今は俺に従っておいた方が得策だぞ。得策？そうさ。誰だ？ジョルガーですが、デスザラス大帝がお呼びですぜ、副官。お前か、驚かすな、ジャルガー。ええ、分かった、今行く。デスザラス大帝、私です。大帝、入ってよろしいですか。ベストアタック！大帝、一体これは。大抵ともあろうお方が卑劣な。お前からそんな言葉を聞こうとはな。今まで俺は全てを多めに見逃してやってきた。大抵、一体何を私が。だが今日はそうはいかん。一度本気で俺に忠誠を尽くす気にはならないか。大抵、私は今までも。二度同じことを言わせるな。俺の新しい計画を最後まで本気でやり遂げろと言っているのだ。死を選ぶか、生を選ぶか。いいでしょう。新しい計画が何か。レオザック、一世一代の忠誠をお目にかけましょう。
今、アジア地区駐屯本部から SOS が入った。デストロンが現れたんですか？変ですね。あそこにはエネルギー貯蔵庫もないし、何のメリットも。奴ら、何か企んでるな。うん、私もそう思う。もしかすると、我々を誘い出す罠かもしれない。罠？そんな手に乗るもんか。ねえ、総司令官。たとえ罠だとしても、SOS を受けた以上、出撃するのが私たちの任務だ。よし、下手な小細工など打ち砕いてやる。そうともやってやる。いや、ラスターとブレイバーは残ってほしい。しかし、罠かもしれないんですよ、総司令官。分かっている。だが、マルチ戦隊が世界各地をパトロール中で警備が手薄なんだ。しかし、もしものことがあったら。緊急の場合にはマルチ戦隊に集合の手はずを打ってやる。頼む、今はブラッカーとシャトルベースを守ってくれ。総司令官。もう一つ、レスキュー部隊は現場に着いたら救助活動に専念。たとえどんなことがあってもだ。いいな、ジャン。はい、わかりました。ギャラクシーシャトル発進。セイゴー。どうした、気分でも悪いのか。いや、ホーリーたちがいないようだが。ああ、ちょっと外へな。変だぞ、何かあったのか。別に、あまり気を使うと傷に毒だぞ。体の自由が利かないと勘が冴えるんだ。何か隠してるな。よせよ、ブラッカー、僕は何も。わかったよ、もう頼まん。直に総司令官に聞こう。待てよ。ほら見ろ、無理するから。ゆっくり寝とろうよ、な。情けない。サイバトロンのやつら来やがったぜ。慌てるな、タイミングを測るんだ。どんな罠が仕掛けてあるかわからん。救助活動中も十分に注意するんだ。わかりました、総司令官。ファイヤー、消火作業を急いでくれ。オッケー。敵は私が引き受ける。勝手な行動は慎め。いくぞ。いくぞ、デストロン。反撃しない。やつら何を企んでるんだ。うわあ。お、眩しい。今だ、行くぞ。なんだこれは。さあ、セイバー、特製の金属生命破壊次元爆弾だ。3分で地獄へ行けるぜ。そうはさせるか。ホーム。これか、こんなもの。バンスホーム。ジャン、総司令官大丈夫かな。言うなよ、僕だって心配なんだから。クソ、デストロンの奴ら。やられた。負けるものか。おお。バトルアップ。
その体で戦う気か。みんな行くぞ。おう、6体合体ライオンカイザースターセイバー、今日がお前の命日だ。総司令官が、なんで今まで言わなかったんだ。大丈夫か。興奮すると体に悪いからって固く口止めされてたんだ。すまん。肝心な時にこんな体で。やっぱり話さなかった方が。バカ言え。俺のことなんかよりどうして行かなかった。行くって言ったさ。ただリーダーのことが心配で。それに留守を守れって命令じゃ従うしかなかったんだ。もういい。後の責任は俺が取るから、二人ともすぐに出撃しろ。お前たち、リーダーの命令が聞けないのか。リーダー、早く行け。シャトルベースは俺の命にかけても守ってやる。総司令官、どうかご無事で。死ね。しまった。ライオカイザー、今度は私の番だ。どこだ。姿は消えても何かが教えてくれるはず。そこだ。逃げられたか。何か仕掛けたな。これで応急手当も終わった。急いで病院へ輸送しなきゃ。うん、リーダー早く乗ってよ。分かってるって分かってるけど、どうする。僕は嫌だよ、総司令官一人を残して帰るなんて。よし、決めた。みんな病院に急いでくれ。ええー、フォーム乗れよ。じゃん、よし。罠にかかったな、スターセイバー。全て計画通りだ。くらえ！金属生命破壊砲を受けてみろ。うわ、相変わらずしぶといやつだ。それ、くらえ、スターセイバー。うわ、よくやったぞ、ライオカイザー。今日こそ邪魔者スターセイバーの最後だ。明日からは心置きなく地球のエネルギーを奪えますな。卑怯な手段に際限なしか。泉のごとく湧き出る悪知恵に呆れて開いた口が塞がらないぞ。死に際の別れの言葉が負け惜しみとは面白い。
総司令、やつらに見つかったら大変だぞ。なんとかして総司令官を助けなきゃ。どうやって？僕たちだけじゃかないこないよ。こんな時グレートショットさんが来てくれたらな。ともかく連絡をしなくては。こちらホーリー、ラスターさん、応答願います。さらばスターセイバー。うっ、相変わらず汚い手を使うじゃないか、デスザラス。ゴッド陣内さんだ。鬼に金棒だ。ゴッド陣内、無茶するな。ここは俺に任せておけ。行くぞデスザラス。うわ、ゴッド陣内。その体でわしと戦う気か。何を。飛んで火にいるなんてやら、スターセイバーものとも地獄に落ちてもらおう。下がれゴッド陣内、向きになるな。どうだ、苦しいか。今楽にしてやるぞ。私が死ぬ時は貴様も一緒だ。いや、死ぬといいやつよ。これでどうだ。ゴッド陣内、今行くぞ。俺を忘れないでもらおうか。おのれ。どうだデスザラス、来い。デスザラス、俺たちが相手だ。このよくも耐えて。ご無理はいけません。黙れ。何としても奴らの無茶ですよ。お命を大事に、この場は。さあ早く。くそ、貴様たち、今度会う時は覚悟しとけ。おうな。ありがとうゴッド陣内。でもどうして。宇宙をパトロールしていて SOS をキャッチしたんだ。スターセーバーが無事でよかった。ねえ、こっちは無事じゃないよ。助けて。いかん、忘れてた。今行くぞ。ゴッド陣内、大丈夫さ。ゴッドマスターは不死身だ。陣内、しっかりしろ。陣内。ゴッド陣内さん。ゴッド陣内の助けによってスターセイバーは九死に一生を得た。しかし恐るべきデストロンの企みの前にゴッド陣内は重傷を負った。サイバトロンの前途は苦しい。負けるなスターセイバー。絶対的優位に立ち破壊の限りを尽くすデスザラス。傷つき倒れたゴッド陣内は地球とサイバトロンの仲間たちを救うため、ついに勇気ある決断を下す。次回トランスフォーマービクトリー、陣内シス。我が友よ、永遠なれ。Bye.
したことありますか？おねしょして叱られましたか？僕たちみたいな子でしたか？